うならは我慢できないし、この前風呂場でおならプーッとしたらピューッと半直径1ミリぐらいのお尻からなんか水が出てきた。多分うんこじゃないと思う。お尻から水がヒューッて、カービィのジェットみたいな感じで。で、みんなはさ、そういう時さ、やべえ、うんこ漏らしちゃったって思うでしょ。俺の場合違うから。よかった、風呂場でって。もうそもそもそこが俺とお前らの違いだよな。お前ら物事をネガティブに捉えるだろ。やべえ、俺うんこ漏らしちゃった。俺全然。あ、よかった、トイレ、お風呂場でって。そのまま素手でお尻をジャバジャバジャバってなって。お風呂場でよかった。死ぬのが俺でよかったって。俺は、あれだよ、ピト。この前配信中に、ワンダと巨像っていうのやったの、俺。ワンダと巨像見た人、ちょっとお前ら優秀じゃん。嫌いだったけどちょっとずつ好きになってきたわ。ワンダと巨像ってやったんだよ。そんでね、12時間ぐらいやったわけよ、ワンダと巨像。で、最後のもう頭おかしくなっちゃって、なんかすげえ強い敵がいたの。変な虎みたいなやつにわーっと襲われる。あ、そう。で、発狂しちゃって、そのね、ワンダと巨像見てない人はちょっと軽く説明するけど、なんか牛みたいなやつがバーッと襲ってきたから、そのやつの背中にまたがって頭に剣を刺すっていうシーンがあったんだけど、そのラスト一撃、この野郎って刺した瞬間にうんこを漏らしました俺。これね、ネタじゃありません。その後多分俺5分後くらいにトイレ行ってると思うんですよ。本当にこれあんまりさ、大の大人がさ、うんこ漏らすのって良くないじゃん。これやべ、放送で言おうかなっていうの迷ったんだけど、一人でも気づいた奴がいて、立ち見 F ぐらいで。おいおい、今おならしただろお前みたいなコメントだったけど、一人にしかバレてなかったことがありましたね。ワンダと巨像のあのシーン。だからそれを込みでみんな、見返していただきたい、もう一回。あ、こいつこのタイミングでうんこ漏らしたんだなっていうね。この野郎、このボケ、おい、てめえ、カメゴロみてえ頭引っ張られて気絶させて心臓つき、切れた、マジ切れた、もうこん、この野郎ぶっ殺してやる、あの野郎、もう許さねえ、あのクソハゲ、この野郎、頭ボッキリ引っ張らないでねえ、気絶されて心臓一つ刺しちゃっかんだ、この野郎、無理やり、きたよーし、お前の最後だ、もう終わらしてやる、どらちょっとみんなちょっと休憩させてくれ。こいつもうつれ、こいつ強すぎだろ。こいつ強すぎるよ。セッションおめえの？いや多分マッチャンのだと思う。それがあで配信できたな。俺今俺の手も入ったかもしれない。ついてる？ついてるついてる。今の女らは聞かなかったことして、一応俺もアイドルだから。放送止まったと思って、今、本力の兵士だったよ。放送用の偽物の女らじゃなくてさ、本物のプーって言うじゃん。ウンコが乗れるかもしれないリスクを伴う兵。もうね、快感を求める。そうそうそう。もう最近さ、ウンコよく漏らしちゃうんだけどさ。俺もよく漏らしてる。なんだろうね。35年で急にウンコ漏らすようになっちゃって。なんかこう、泡が出るんだよ、ケツが。ビューってやつでしょ。うん、あれ、なんなんだろうな、あるあるだよな、味噌じゃあるあるだよな、よくうんこ漏らすっていう。いや、ほんとね、ちょっとさ、グレーのブリーフとか、さグレーのボクサーパンツ、うん、そういううんすじついてる。うんすじってんすよ。